1964年当時、河野一郎は、金星会、今でいう稲川会の稲川正常と、親交があり、全国港湾二駅振興協議会の、顧問も引き受けていました。その前後進の副会長は、山口組の田岡和夫でした。池田隼人、佐藤栄作を、中心とした自民党官僚派は、関東会の警告文を、深刻に受け止めるとともに、小玉義雄とその人脈を、厳しくマークし始めます。1964年1月14日、柳川組組長柳川次郎の、懲役7年の刑が決定的になり、柳川は獄中で引退声明を、出して、仮出所を許されます。これが、広域暴力団組長の、最初の引退です。同年2月、神戸市灘区に新築した田岡の、田岡御殿の落成祝いには、美空ひばりや若山富三郎ら人気スターが馳せ参じました。まだこの頃には、芸能人も裏社会との、関係を隠して羽織らず、警戒して入なかったことが、わかります。同年3月、山口組田中組が解散します。1964年3月26日、警察庁は改めて広域重大暴力団を、指定します。神戸の山口組と本田会、大阪の柳川組、熱海の金星会、東京の住吉会と日本国水会、東星会、北星会、そして川崎の日本義人党です。同年5月、本田会2代目会長の平田勝一は、松葉会会長の藤田雄一郎と兄弟分の血縁をします。しかし、そのチラシに田岡の名前がありませんでした。住吉会3代目総長の、安倍重作と前後進会長の、藤木幸太郎が動いて、田岡が出席しないならと、関東の暴力団も出席させませんでした。そんな時に起きたのが、1964年5月29日、官僚派の頭目、大野万木の逝去です。第53話で大野の、逝去を4月とお伝えしましたが、5月29日の誤りでした。謹んで訂正いたします。5月の末日ということで、なおさら日本プロレスの6月の新弟子首切りが、この件と密接しているということになります。なお、大野は、1963年であっても、7月に神戸の本田会の2代目襲名披露に、大野派の代議士数人で、来賓として出席していたような人物でした。1964年6月、第一次松山抗争が、勃発します。山口組と本田会の代理戦争で、銃撃戦も起きます。愛媛県警はこの抗争で、61名逮捕します。1964年6月は、2日、東京都港区の芝浦園で、開かれた関東海底霊創会では、配布した警告文が予想外の、反響を呼び、かえって組織にとってマイナスであった点が、指摘され、今後は国家非常時の際でなければ、関東会としては政治行動は、しないことが申し合わされますが、すでに手遅れでした。法と秩序を乗り越えた場面での、民間暴力装置としての、裏社会の出番は、もはやなくなっていました。裏社会の手を借りるまでもなく、日本の警備、治安体制は、機動力、装備、人員において60年安保闘争当時の、1.5 倍以上に強化されていました。自衛隊の治安出動体制も、確立されていました。また、池田内閣の所得倍増政策で、労働組合は過激さを、潜め、左翼運動は混迷を深めて、分裂を繰り返していました。体制にとって肥大化したアウトロー集団は、排除の対象でしかなくなっていたのです。当時、自民党治安対策特別委員長で、右翼とつながりの深かった西郷吉之助ですら、政治活動をしたいなら、一家や組を解散して、一度足を洗ってから出直してもらいたい、とコメントしていました。関東海底霊創会では、初代理事長で松葉会の、藤田雄一郎に代わって住吉会の関上義光が2代目理事長に、就任します。しかし、関上派その4日後の6月24日、広域重大暴力団の、トップとして初めて逮捕されます。1964年6月25日、美空ひばりが小林明と、離婚します。美空派1963年12月、東映からフリーへ転出していました。二人の結婚について、マネージャーでステージママだった母の加藤君恵は、心よく思っていませんでした。諸説ありますが、結局、母親からの圧力を、跳ねのけられず、美空は小林との離婚を、決意したとも言われています。幕引きを務めたのは、田岡でした。記者会見の2日前、小林は田岡から、ひばり派どこまで行ってもひばりだ。日本のひばりなんだから、世間の人に返してやれや。お前一人のものに派できないんだよ。開口一番、いきなりそう言われます。小林には自分一人のものにしているつもりはありませんでしたが。やっぱり家庭の中に女として、閉じ込めてしまうと、いろいろ不合理な部分が出てくるんだよ。
だから、そういう部分を解放してやることができないものかな。そもそもお前と一緒にいることが、ひばりにとって解放されていないことになるんだから、別れてやれや。そう言われて、小林和田岡から遠藤を、渡されます。離婚記者会見は、それぞれ行われ、そのどちらにも田岡は同席。その席で小林は、理解離婚に踏み切った、と説明し、この理解離婚という言葉は有効語となります。しかし、美空も小林もこの事態には、全く納得しておらず、これが美空が田岡の勢力圏から離脱していく、きっかけとなります。そのような中でも、1964年7月、田岡を後見人とする柳川組二代目組長の谷川幸太郎の、襲名式には、当時大栄だった民谷次郎をはじめとして、東映俳優、元ボクシング、フライ級チャンピオンなどが、出席。フランク長井、マヒナスターズの和田博士、クラウン所属だった北島三郎、プロ野球の大洋ホエールズ所属だった森徹。同じく、東映の選手3人、プロレスラー4人が特別参助者に、名を連ねます。なお、森は力道山と和義兄弟の、間柄で、森の母が力道山の面倒を、よく見たことから、森の母は唯一、力道山を力、と呼べる存在でした。この関係から張本勲とも、仲が良く、シーズンオフに張力道山の、ジムで一緒に練習したり旅行に行ったりしていました。体制にとっての裏社会の、政治価値は、体制の危機に際して、その暴力の先兵となる以外にありません。派閥抗争やスキャンダル潰し、利権に関することは、フィクサーの役割です。裏社会が大連合して、体制の特定派閥と結託して、行動を起こすとなれば、体制からすれば危険この上なかったのです。この当時、自民党官僚派は政治資金の、パイプを、牛耳っていました。政治資金の供給源を、抑えられていた自民党党人派は、かなり無理して政治資金を、集めていました。大野に至っては、当時、裏社会と密接だったパチンコ業界から政治献金を、受けていたとも言われています。党人派は、資金源、人材、支持者などあらゆる面で官僚派に、差をつけられていました。この差を埋めないことには、政権掌握などできるわけありません。そのような焦りから、党人派が院外勢力の、結集を図ったのではないかとも、言われています。池田内閣の出現後も、党人派は自民党内で、一定の影響力を、持っていましたが、明らかに官僚派の独裁体制に、移行しつつありました。財界も体質的に官僚派に、近く、党人派とはつかず離れず付き合っている程度でした。このあたりの事情は錯綜していて、複雑ですが、岸信介が密約を破ったところから党人派は、官僚派に強い不信感を、持ちました。池田政権の下で佐藤が、力をつけ始めると、党人派には焦燥感が、高まっていきます。その結実が、関東会の警告文でした。大野の制御は官僚派の、動きを強め、1964年8月、警察庁は政治権力が、暴力団取り締まりに介入、圧力を加えてもそれを、排除すると声明します。こうして、党人派によって裏社会を、守ることは不可能となり、裏社会と政治の関係も、変わっていきます。1964年だけで金星会は、430人、松葉会は728人が、検挙されます。1964年の、検挙者数は、6万人弱にも上りました。1964年度だけで、正式に解散を表明した組織は57団体1775人、壊滅状態に陥った組織が、311団体5400人、事務所を閉鎖した組織が、31団体748人、総計399団体7923人に、達しました。1964年9月15日、横井秀樹襲撃事件で、逮捕されていた安藤組組長の安藤昇が、仮釈放され、前橋刑務所から出所します。6年間の服役で、東京の街はすっかり変わっていました。高度経済成長に膨れ上がる東京は、大きく変貌していました。10月のオリンピック開催に、向けて、東海道新幹線や首都高速、新たな地下鉄も建設されます。盛大な出所祝いが、開かれましたが、6年間、アルコールが抜けていた安藤は、わずかな酒にも酔いを感じます。入所前に65キロあった体重は、57キロになっていました。数日後、体力が回復するのを、待って、安藤は、前年9月に党政会会員に刺されて命を散らしていた花形系の実家を、訪ねます。同年10月、花形の墓が建てられ、慰霊式が行われます。安藤組組員はこの6年間、主なき安藤組をなんとか、支えてきました。熱海の金星会は、横浜を足がかりに渋谷区南平台に、事務所を構えて、渋谷を狙っていました。安藤が戻るまでの辛抱、
それが安藤組組員に、課せられた示し合わせでした。その安藤が帰ってきたことで、安藤組組員は鎖を、解かれた獣のように町に、散っていきます。その中には、全国学生空手道選手権で、優勝した経歴もあった西原健吾もいました。西原は日本で初めて、ムエタイに挑戦した人物として、知られています。安藤の出所後、組織は活気づき、急速に再結集していきます。安藤の留守を守ってきた組員は、爆発したように暴れ回ります。第一次頂上作戦により支部長を、失っていた金星会は、追い詰められます。西原は射程のトラブルで金星会系の、組との和解に向かい、そこで凶弾に倒れます。全国的に1963年まで、増加していた裏社会の、抗争事件は、1964年になって、減少しており、その多くは関西、中国に集中していました。その影響か、1964年11月、神戸市の有馬温泉で半山口組連合が、結成されます。本田会と松葉会を、中心にして、山口組を分断する作戦に、出ます。これに対し、田岡は翌月の12月、国水会との協力、体制を強めます。関東会の加盟団体で、山口組の派遣を、めぐって対立構造が生まれてしまったのです。1964年12月2日、安藤は組員たちの反対を、押し切って、組を解散します。くしくもこの解散式は、渋谷区民の行動である千駄ヶ谷区民行動で、行われます。1964年度、神戸芸能社は1億3279万円の、興行収益を、上げます。これは神戸芸能社の歴代最高収益でした。関東会は政治に近く、警察の動きに敏感だったところも、見られますが、山口組や本田会は頂上作戦の、動きにうまく対応できなかったところがあります。これが、第一次頂上作戦の最中にも山口組対反山口組のある意味、打ち出場状態に陥り、裏社会の大組織は勝手に、疲弊していきます。こうして、第54話の流れにもある通り、芸能界は暴力団と、表向きの決別を、歌い、芸能の表舞台から裏社会は去っていきます。神戸芸能社は、1965年度には収益が半減し、さらに翌年の1966年度には1億3000万円を、超えていた収益が3800万円にまで、落ち込むのです。弱体化が進む裏社会。警察の第一次頂上作戦は、まだまだ進みます。それでも裏社会が完全になくなることなどありえません。大手組織が壊滅状態に、追い込まれていっただけです。ということは、裏社会の勢力図が、変わっていきます。そう、この力関係の変化が、工業界の隅に追いやられていた女子プロレスの、世界に追い風になります。日本プロレスは当然まだまだ人気でしたが、日本プロレスイコール大手ヤクザの、工業の構図が変わったため、地方の工業主が勢力を、取り戻していくことになります。これが、全日本女子プロレス協会と、インディペンデントしかいなくなっていた女子プロレス界の、再編へと繋がるのです。